山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやっておりました。皆さん元気にしておりますか？何やら暑い日が続いたり、ぶどうしゃべりが続いたり、もうなんか日本の気候は狂ってますね。なんか異常です、本当に。いよいよ大乱が始まったのかなと思ってしまいますね。安倍襲撃事件以来、危ないことが始まってしまったのかなと思っております。桜島の噴火など、今後ますますこういう天変地異が増えていくんじゃないかなと思っております。今日はですね、通常のレギュラー放送をやろうと思ったんですが、できない事態になりました。というのはですね、まあ今まで我が社、無傷だったんですが、ついにコロナの感染者が出てしまいました。リエさんがですね、コロナになってしまったということです。で、事態が発覚したのはですね、ちょうど土曜日のイベントが終わった後です。その日ですね、アイムさんや沢口はイベントの立ち会いをやってたんですけども、近見さんをねやってたんですが、打ち上げでご飯を食べに行こうということになりました。で、まあエリーさんが、リエさんがですね、合流したと。それで、まあ土曜の丑の日ということで、まあ北川市のね、うなぎ屋があったんですよね。そこで、じゃあご飯を食べに行きましょうということで食べに行ったんですよ。で、お客さんが全部帰った後、リエさんが合流して食べに行ったと。それで、その後ですね、日曜日になりまして、おかんがすると、ゾクゾクすると。それでもう今日の月曜日の朝ですか、昨日の朝ですね、まあ高熱が出てコロナだということが分かってしまったんですね。それでまあ彼女は休みということになったんですが、まあ当日ですね、僕も合流する予定でした。今週の土曜日ね、僕も昼間漫画家の方と会ってまして、いろんな話をしてたんですね。同じ学年だということでいろいろ話をしてたんですけど、なんかどうも僕体調があまりよろしくないと。まあ、僕自身夏風邪をひいてましたんで、夏風邪から病み上がりだったので、まだ体が本調子じゃないなと思って、まあ、打ち上げね、僕も行きたいなと思ったんですけど、どうも本調子じゃないので、ちょっと僕は合流しないで
早退したんですね。そしたらですね、こんなことが起きてしまったんですね。まあ幸い僕は、リエさんと接触してないので、大丈夫だかと思うんですけど、まあ、神さんがね、PCR 検査を受けまして、神さんはクリアです。太郎もクリアです。僕もクリアです。で、沢口に、キャスパーに、大至急、調べに行けと。船橋駅前にね、無料で PCR 検査を調べるところありますんで、行かせました。陰性です。あとは、近道さん。陰性でした。で、問題は、アイムさんだけなんですけど、アイムさん病院が混んでて、PCR 検査できないみたいですね。非常に危ない感じがします。ただしですね、おかんが感じたのが日曜日だってことなんで、会食した土曜日の夜は、近道、沢口、岩崎、理恵さんという、4人の人がミーティングというか打ち上げで行ったんですけど、まあ、そのうち2人がクリアということで、まあ、かみさんもね、カンデルームとかにちょこちょこ行ってますんで、念のためにやったみたいです。調査したみたいです。まあ多分ね、大丈夫ではないのかなと。だから感染したのは、土曜日の夜、みんなと別れてからではないのかなと思っております。まあ、それにしても濃厚接触者であることは事実なんで、5日間、沢口に至っては5日間、外に出れないようになっております。まあ、神さんもね、5日間ほど出ないそうです。まあ、アイムさんの方もね、5日間ほど出ない予定にはしてるんですが、感染してたら1週間休みを取らないといけないのかなと、いった感じですね。ですから、ちょっとね、タートルカンパニーが今非常にピンチですね。ぜひ励ましのメールを送ってください。今、事務所機能がストップしております。完全にストップ。まあ、こんなことになると思わなかったですね。いや、なんかうちの事務所の人ってなんか、コロナにならないなぁなんて思っていたんですけど、まあ、これだけ感染が広がるとね、なっちゃうもんですよね。まあ、僕自身はスレスレでどうにかかわして助かったってことなんですが、事務所自身はもう、これ更新できないですね。自宅勤務の保坂くんだけ生き残ってる感じです。ですから、この音源はですね、今、自宅で僕は撮っております。で、それを保坂くんに送って、保坂くんにアップしてもらおうと思っております。非常に危ないですね。
それで、まあ今週いっぱいぐらいはですね、ちょっと、ね、PCR 検査陰性だったや、ね、連中も、休みを取らせようと思ってます。ちょっと、変則的な夏休みですけど。それで、リエさんは来週の水曜日ぐらい、10日間ぐらい、目安に休んでもらおうかなと思っています。でないと危なすぎますもんね。ですからですね、業務連絡をしてくれてる方、まあ、社内のタレントさん、あるいは、アトラスラジオの視聴者の方々、ね、あるいは僕の本の読者の方々、いろいろ連絡取ってくれてると思いますけども、ちょっとですね、返事がですね、まあ、今週一週間返事が出せないという状態になっております。で、返事がなかったら、本当についてるのかというふうに、なんか、不安になる人いらっしゃるんですけど、とりあえず、事務所機能が止まっておりますので、ちょっとご理解いただければなと。で、特に、アーリン心霊教室、コロルさんの鑑定、ね、ここら辺は、10日間、動きが取れません。皆さんご、ね、納得いただけたでしょうか。まあ、そんな状態になっておりますので、いや、本当にね、こういう、ね、会社存続の危機に、社員として普通に動いているのは僕と保坂だけという、非常に恐ろしい事態になってますけど。まあ、こういうことがあるんだなぁと思いましたよ。より一層感染対策には力を入れて、ね、手洗い、うがいなどに頑張っていきたいと思っております。ということで、アトラスラジオ、ちょっと一人語りとかインタビューが多くなると思うんですけど、まあ、それをやっていきましょうね。で、まあね、まあ、休みを入れることもあるかもしれませんけども、皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ね。いやはや、とんでもないことになってしまいましたね。はい。そんな感じでした。まあ、皆さんの周りに、霊能者、霊感強い人、超能力持ってる人、不思議な力を使う人、あの人不思議だなっていう人も連絡待ってます。ぜひアトラスラジオに出ていただいて、ね、いろいろ面白い話を聞きたいと思っております。はい。サイバーアトランティア、メールマガジンもよろしくお願いします。こちらの方、月800円になっております。が、かなり面白いです。もやもやしたことがある人は読んでみてください。あ、ビンタロウさんが言わなかったことは心にみんな書いてんだと。必ずね、この無料版だけ聞いてイチャモンつけてくる人つけるんですよね。でイチャモンつける人って必ず無料版しか聞かないんですよね。何言ってんだって感じですよね。なんか、ビンタロウさんが、して、ショックだとか言いますけど、一応、
指示してるというポーズを取ってますけど、それ大人の付き合いでこういうポーズ、そういうポーズを取ってるだけであって、今回の選挙で入れてませんからね。ね。だから、今回の選挙はね、まあ、ここまで言わせるんだったら、維新と令和に入れました、うん。本当はどこに入れたかなのぐらい、個人の自由だから、説明しなくてもいいんだけどね。どこに入れたんですか？どこを支持したんですか？って聞いてくるやつがいるんですよね。困ったもんですよね。ぜひサイバードランティア読んでください。かなり内容面白いと思います。よろしくお願いします。それからですね、新しいニュース、こちらの方もかなり面白くなっております。新しいニュースね、毎日ね、 UFO、 UFO、未確認生物、都市伝説の記事なんかを10本ぐらい上げてます。皆さんの投稿も載っておりますので、アトラスラジオとアトラスニュースを合わせて読んでいただければ絶対面白いと思いますよ。山口敏太郎ブランクアトラスとで検索してもらえればアトラスニュース出てきます。まあツイッターで僕はよくリンクしてますけどね。まあそれを読んで、ね、暑い夏、皆さん乗り切ってください。ね、まあ、いや、いろいろね、お中元とか送ってくれてありがとうございます。名前も名の名前という人が多いんですけど、本当にありがとうございますね。うん、でも、今回ばっかりはタートルカンパニー、事務所機能、完全崩壊という感じになっております。ということでよろしくお願いします。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。次回もあなたと異界でランデブー。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。